前科三犯893番懲役太郎です。今日は時効についてお話ししたいと思います。皆さんよくテレビやドラマなんかで時効だとかっていうそういうフレーズを聞くと思うんですが、じゃあ実際に時効を成立させた人って会ったことありますか？この懲役太郎はあるんですね。まあ自分じゃないですよ、その時効を成立させた人に話を聞いたんです。ある事件をやって手配写真が貼られる、手配写真が貼られるようになったらもうこれはもう逮捕状が出てるってことですよね。じゃあ今度この時効の日にちはいつなんだとか、じゃあ時効の日にちが来たから警察に行ってどうですかなんて聞いて教えてくれるなんてことはありえないですね。今はもう反社会的勢力っていうふうに言われてあれなんですけど、また暴力団といってヤクザがこの警察とまだ結託っていうか同じように同じじゃないんですけど、要するに出頭する日にちだとかその情報が共有されてた時代っていうのがあるんですよね。まだ昭和の終わりから平成の頭ぐらいにかけて、その当時であれば聞くこともできるわけですよ、ね、現代においては警察に聞くのも寒いわけですよ。そんなことのこのこ聞きに行って捕まってしまうのかっていうよりも警察自体も分かってないというのが、ある事件があって仮に本部が動くような事件だとしても、ずっとそんな殺人事件だとか誘拐事件だとか大きな事件じゃない限りはずっと捜査してるわけじゃないんで、さっきも言ったように部署が2年で変わってしまうんで、もう担当してる刑事も違う仕事をやってるわけですよね。でもやった当人にとっては大事なことなんですね。時効っていう形を迎えるっていうのはなかなか何ができないかって言ったら、当然車の運転免許も更新できない。そこでその人はそこを気がついたわけです。更新、車の免許を取りに行ってそれでもらえれば時効が成立したということだろうということなんです。なるほどな、そりゃそうだ。免許の更新に行って逮捕っていうことはよく聞く話なんです。大体一番最初に生まれて、お俺は優秀だから一番最初にもらえるんだなって言うと、もう警察が運転免許証センターのところにも同じ警察の感覚なんで、そこで取り押さえられるということがよくまあまあ、あるんですよ。で、その人はやったそうなんです。ただ万が一逃げなきゃいけないということで、まあ来るのが分かってるんだから、要するにいくら運転免許センターでも逮捕できる警察と免許係の人でも全然違うんで、所轄の警察を呼ぶのにやっぱり時間がかかる。それからなんとなく雰囲気が分かるっていうことで、何人かな仲間を待機させてもらうところに来て通常にもらえた。ああ、そういう風でこれでもう時効が成立したんだ。でも不思議なことに、その話をどうやって聞いたかっていうと、ここの刑務所でその人から直接聞いてるんですね。せっかく時効を成立したのにまた捕まってしまうという、まあ何とも言えない辛いというか、やっぱり悪いことはダメだということで、今日はこの辺で、はい。今日はよくテレビドラマなんかで悪いことっていうか、犯人が捕まった時に刑事さんから素直に吐けばお前のためにもなるぞとか、早く出れるぞみたいなことを言ってるシーンがあるんですが、本当にそうなのかということをお話ししたいと思います。まあ懲役太郎的に言えばですね、悪いことは悪いことでやってしまいますよね、やってしまいますよねじゃない、やってしまいました、捕まりました。場合によって選択肢っていうか、やる行動が全く違ってくるよっていうことが言いたいんですね。初犯の場合、本当の意味でですよ、反省するっていうことなら、どんな些細なことでも刑務所に行くべきだという、ま、土正論もあるかもしれないですが、なるべくなら罰金刑だとか示談にして不起訴にするとか、まあ、あるいは懲役刑を受けても執行猶予にするというのが目的だと思うんですね。もうその初犯の方で執行猶予を狙っていくということになると、やはり全てお話しした方がいいですね。まあ変な話、共犯者の人の名前も全部言わないと、それはそういうふうになっていかないんです。ところが再犯者になると全く違います。こんなものは喋ったらダメです。
喋ったらお前のためになる。喋ったら罪が増えるだけですもん。だいたい経験からいくと、警察が思ってるポイントと我々犯人側から思ってるポイントって全然違うんです。そんなことも考えずにあることないことを喋ってしまえば警察も困っちゃうわけですよね。窃盗事件で捕まえたのにあそこに死体を埋めましたなんて言われたって、お前それは違うんだって。要は会社っていうか係が違うんです。もう部署も違うし、もうやっていく内容も違うし、これが他府県にまたがればもう全く違うことになってしまうんで、はい、では最後にまとめますと、初犯の方、初めて捕まった方は素直に認めて反省するがいいということで、ただ再犯の人は喋んじゃなくて、まあよく自分で吟味して整理して発言を控えるようにした方が良いということで、今日はこの辺で。